energia。ハンドメイドしようという番組です。そのまま言っちゃった。怒られるかな。今週も歌はもちろんのこと、楽しいコーナーをたくさんご用意しておりますので、ぜひぜひ楽しんでいってください。私、今週の司会を務めますシンガーソングライターの泉まみです。よろしくお願いします。では早速今日のゲストを紹介したいと思うんですけど、初出演の方がいますね。じゃあ顔なじみの方から紹介しようかな。マジか。ね、ひらがなシンガーソングライターパナエちゃんです。こんばんは。イエーイ、よろしくお願いします。は
い、そして初出演ですね。大丈夫だよ、緊張してる緊張してる、はい、橋本慎ちゃんです。よろしくお願いします。イエーイかわいい。え、もうちょっと見せて。すごい、いいよ、見えるよ、見える見える。夜から大丈夫。あ、よかった。橋本慎、夜がアップになるっていう、うん、顔モードアップになってる。広島出身。はい、あ、はい、出身はまた違うんだね。広島出身で今はどちらにお住まいなんですか？山口県です。山口県からわざわざ東京に、はい、なんで東京来たんですか？応援してくれる人に会いたいから来ました。あ、めっちゃいいじゃないですかめっちゃいい。へえ、なるほどなるほど、ありがとうございます。あ、賞金稼ぎに来たんですか？です、ね、そんな感じですかひどいこと言うね、大人たちはねゲストを紹介してですね、え、これ待って、違うやつ私見てるな。今名前だけ紹介したので一言ずつじゃあしっかり自己紹介を。え、なになに、どうしたどうした、緊張してきちゃいましたね。かなえちゃんがなんか伝染しますね。あ、すいますね、伝染した。じゃあかなえちゃんからどうぞ。私からじゃあ、はい、改めまして、栃木県宇都宮市出身、ひらがなシンガーソングライターのパナイです。パルヘジアは久しぶりな気がしますけど。前回来なかったもんね。来なかった前回来なかったから。そうだね。前回来なかったから、今日はあれ前回って飯食いに来たの？飯食いに来た飯食いに戻ってきました。そうそう、間に合わなくて飯食いに戻ってきて、今日はちゃんと出席しております。今日は一番手で一番来ました、最初に来ましたよ、うんうん、6時半ぐらいに着きましたから。なんで早いんですか？めっちゃ遅刻しちゃったから、この間出られなかった代わりに今日はいっぱい頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。イエーイ。はい、改めまして、はい、広島県出身、橋本慎と申します。心と書いて慎と読みます。音楽の嫌いなジャンルはないです。よろしくお願いします。パナエちゃんはね、私も前から仲良しでね、パナエちゃんと呼びしてるんですけど、初めましてなので、はい、なんて呼んだらいいですか？しんちゃんと呼んでください。しんちゃん、はい、絶対ね、言うと思った誰か。じゃあ今日はしんちゃんとパナエちゃんね、私はマミチーって呼んでください。はい、呼べる？大丈夫？パナエちゃんはちょっと恥ずかしくてマミチーさんってなるんだよね。今日3言ったらじゃあ1回につき500円ね。お名前呼べないですよ、ね、ちょっとすいませんみたいになる。あのーって。そう、じゃあみんなシンガーソングライターなので自己紹介がてらですね、まず1曲ずつ歌を歌ってほしいんですけど、うん、どっちからにしようかな。どうぞ。え、先輩の圧力で、じゃあしんちゃんから準備をお願いします。どっちでも、どっちでも大丈夫よ。落ちた？ごめん。もう一個これあります？あ、そうなんだ、じゃあいいかな、大丈夫、大丈夫です。オッケー。まなえちゃん元気？元気ですよ、めっちゃ元気ですよ。なんか最近ワンマンライブばっかりやってるらしいじゃんそのネタさっき言ってたんですけど、うん、そう、11月3本ワンマンライブがあって。3本？意味わかんないって意味わかんない。11月15日にユニットのオンジョビっていうユニットのワンマンライブがありまして、はいはいはい、で22日に新潟に、新潟に、そう、新潟に、新潟出身の、私、そう、ご出身の新潟の長岡に行きましてですね、うん、長岡の音楽食堂っていうところで、うん、ワンマンライブのお手伝いに行ってまいりました。バイオリン？バイオリンです。バイオリン行ってまいりましてですね、また落ちちゃった、これいいよで、来週、今週の日曜日に私のパナリのワンマンライブが、すごいね、ワンマン三昧、ワンマン三昧、11月でした。11月でしたまだ終わってないけどね、終わってなかった、まだ終わってないけどねさあ、準備の方はいかがでしょうか？はい、じゃあ一番手、しんちゃんお願いします。なのか
んだ。もうやめないで、怒り争い憎しみ、アスファルトには何もいない、アスファルトには何も映らない。緊張した？はい、緊張しました。めっちゃかっこよかった。あとでゆっくりと話を聞かせていただきます、はいはい、じゃあこの時間にですね、プレゼントの紹介をちょっとゆっくりやってね、パナエちゃんよろしく、はい、プレゼントを紹介したいと思います。今週もたくさんプレゼントがあります。こちら番組のパルヘジアステッカー、今てるちゃんがいないので、遠いけどもこれです。これ、はい、これです。はい、これです。パルヘジアステッカー、そして若林美希さんのステッカー、こちらもステッカーですね、ミュージックアート奈良 .fm ラジオのステッカーです。そしてそしてこちらのどれですか、これはトゥルーカラーズアルバムボリューム2の特製ステッカーです。3人乗ってます。そしてそしてこれがですね、なんと今日ラスイチだそうです。松澤春菜さんのサイン入りオリジナルステッカー、ついについについに終わる。私毎回これを言ってた気がする。ラスイチ、これラスイチです。ぜひ今日ゲットしてください。そしてそして今泉せりなちゃん、あの今あれですね、違う週に MC をやっている今泉せりなちゃんのサイン入りオリジナル、ポストカード、これはポストカードとなっております。そして毎週おなじみ、うたげーさん提供のインチキマンショーのお笑い CD、 本当はここまでだったんですけど、今日は特別に私から1枚プレゼント。8月に行われました川崎クラブチッタのライブ映像が入った DVD、 パナエちゃんも出てます。ここに映ってます。バイオリンを弾いてます、パナエちゃん。これこれね、あの通常1000円で販売しているものがですね、作ったのの在庫が10枚切ったので、もう大盤振る舞い1枚プレゼントということで。逆に買えないってことだよ。もうそうです、もう買え、もうそろそろ、あ、もちろん後でサインを入れてということでね。え、かなえちゃんのサインも入るんですか。え、いいんですか。いいならいいならぜひ。いらなかったらいいです。ああぜひぜひもらう人がいらない、ぜひ入れてください。すごい回るのこれ。大丈夫？転ばないでね。大丈夫です。はい、じゃあ今週もこんなにたくさん、プレゼントがあります。応募方法また後で。
お知らせしたいと思います。パナちゃん準備はいかがでしょうか。椅子が回ること以外大丈夫です。はい結構問題なのだいぶ問題だけど弾ける気がする。今日も正座で歌ってくれますね。今日も正座で行いたいと思います。はい、じゃあ2番手パナちゃんお願いします。とんでもござりませんが、今日本当にこれやる曲やるはずじゃなかったんですけど、お腹が空いたので私の大好きなオムライスの曲オム聴いてください。今日は何食べよう、お天道様もご機嫌、ああそうだこんな日にはもう決まっておきに大好きなあの子、ちょっぴりレモン味のお蜜立て、幸せの足踏みよ、ワクワクするね、お待たせしましたの
じゃあ戻ってくるまでですね、さっき紹介しましたこのプレゼントたち、どうやったら応募できるのかと言いますと、後でですね番組スタッフがハッシュタグをつけて、応募用のハッシュタグをつけてツイートをしますので、それをリツイートするか、1文字も間違わずにそのまま打つかまあリツイートが一番早いですね、それでコメントをしていただくと、後でこちらで拾って、それを探して拾ってですね、それで応募完了となります。番組の最後に抽選をして1名様にこれまとめて全部プレゼントになりますので、ぜひぜひ振るってご応募ください。よろしくお願いします。ということでパナエちゃんお帰り。ただいまです。今歌ってる時にさ、オムオム歌ってる時にさ、はい、ツイッターを見てたらさ、あの私の大好きな歌い手のケイ君がね、はい、今日は一人でオムライスを作って食べるんだってツイートしてて、かわいいな。じゃあどうぞ食べ、これ、まあ、聞きながらね。そう、聞きながらね。誰かは言わないけど、ね。はい、ということでね、たくさん今日もコメントをいただいております。番組始まってからパチパチとかいっぱい来てるけど、かなえちゃんはいつも星座なんですかって。今年の7月から星座を始めました。なんでなんで。なんか家にいる時、うん、でテレビ見る時も星座なんですよ、床に。へー、体育座りか星座、うん、で見てて。それは相葉ちゃんの影響じゃなくて。あ、じゃなくて相葉ちゃん、あの、じゅんさんはのあぐらは憧れてるけど、うん、私あぐらかけなくて、うん、あの足があぐらだよね、あれ。そう、あのここあるじゃない、くるぶしね、くるぶし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 が多分床に当たって痛くて、うんうん、正座しかできなくて、正座が一番落ち着くなと思って、だからライブやるときに一番落ち着くのは何。あ、なるほどね。え、中野丸の真似してるわけじゃないね。私、でも、まるちゃんは、もっと後でしたよ、多分。あ、そうなの。私の方が先だもん。私が先か。わかんないけど。そうか。それでずっと。そもそも会ってないの、なんか。まるちゃんは最近会って、あ、この間川崎で偶然会いました。偶然。天道さんと歩いてたらあった。あ、あの子。そう。あの子ね。カッパみたいな子。なんか、あったよね。あったよ。うわーって。二人で二度見するっていうね。そこに居合わせた、私が。ていうかさ、あの子普通に歩いてたら、座敷わらじに。うん、そうですね、座敷わらし。そんなだったかな。可愛い子だった。可愛い子ですよ、不思議ちゃん、うん、あの子も星座で歌うんだ。いない人、そうみたいですね。いない人が、そうなんだね。なるほどなるほど。レッツ検索、レッツ検索、レッツ検索ですね。だからあれ、星座弾き語りアーティストってカテゴリーに入るわけじゃ、そこは。知らないわ。そんなカテゴライズあるの。初めて聞いたわ。初めて聞いたわ。それで2人ってことで今のところ。まだ2人か。そうだね、他に知らないわ。まるちゃんがやってるのは最近知りました。なんかツイッターで見ました。いない人の話すんなって言ったじゃん、てるちゃん。自分で。いや、じゃあパナエの話してんだ、今。パナエ、そうそう。あ、パナエは星座でございます。うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。星座系シンガーソングライター。星座系シンガーソングライター。新しい、新しいです。ほら、しんちゃんも、しんちゃんって、しんちゃん頑張れっていっぱいコメントをありがとうございます。いただいてます。頑張ります。いっぱい聞いてこ。今日はしんちゃんメインで聞いてこ。イエーイ。私も聞きたい。ね、聞きたいことをじゃあ、代わり番号に聞いてこ。わかりました。なんかいじめてるみたいで嫌だ。いろんな意味で拷問ですよ。いやいや、しんちゃん、東京はよく来るんですか？東京は来ません、よく。あ、はい、よく来ません。あの、8月に横浜に行って、うん、それで東京ではカフェに行きました。カフェ？カフェ。ライブじゃなくて？はい。遊びに行ったってこと？一人で、ちょっといい。一人でいいカフェに行ったの？はい、楽しみです。へぇー。ライブで来たのは？今日。あ、今回が。今回が。初めて。初めてです。へぇー。はい、私、その、チラシ持ってるんですよね。じゃじゃん。おおおお、チラシは。これね、昨日ここ、ここチャイナスクエアで行われた新人弾き語りコンテストっていうのなんですけど、第2回目の。てかさ、あれなんだよね、これお金目当てで来る人向けでドーンって。あ、5万円ってね、これね。って書いたんだけど。これのですね、なんとしんちゃんはグランプリ。ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。でも、しんちゃんはお金目当てではなかったわけだよね。はい。はい、ちょっと。何がきっかけ？何で知ったの、これは。ちょっと話になると、うん、その、あの、長くていいよ。自分は東京にリスナーさんが、ツイキャストを普段やっていて、はいはいはい、リスナーさんが東京、やっぱり関東エリアに多くて、うん、それで自分が山口に住んでるのでなかなかお会いする機会がないんですよ、ツイキャス以外に。だから何とかして東京に行く術はないかと
思って、であのチャイナスクエアさんすごくいいよって言って、うん、でもそのどうやってライブに出ればいいかが分からなくって、うん、でパッて横を右側見たらこのチラシが応募があってギリギリに見つけて、あのホームページにアイコン、はい、これにかけてみようと思って、すごい、はい、てか完璧に旅費出たよねこれ。旅費が割とありがたいです胸に手を当ててますからありがたいですって言って、へえ、こんなことしてたんだ。そうだよ、知らなかった。え、ここに出た人みんな、え、私たち出れないんですかってみんな言って、あ、そうなんだ。片っ端からダメ、そう、ダメってダメって、2回って知らなかった、初めて知った。第2回目で、1回目のグランプリの子は結構、あのさっきふわさんとか、うんうんうん、あの宴さんとか結構その辺のライブバカバカ出て、あ、バカバカ、そうなんだ、バカバカ出て、え、その子は東京の子だったんですか。東京の子、その子はたまたま東京の子で、そっかそっか、じゃこれを機に東京にどんどん、はい、来れるんじゃ、ね、はい、ないでしょう、ないです。今大学4年生です。4年生、はい、卒業したら東京には、今あの自分の中と親で相談、あ、なるほどね、まあまあデリケートな問題みたいなんですなるほどね、そっか、そうね、東京、まあ、そうね、いろいろ、まあ、いろいろあるね、私たちも地方なんで、そうそう、私もそういう話をもう一回しようよ、どういう話、そういう、なんかこうきっかけで東京出てきました。あ、私、もう聞き飽きたでしょ、みんなそれいや、でもほら、あの、しんちゃんは初めて聞く、はい、私は18歳の時に大学進学で東京に出てきたんだけど、新潟出身で、ずっと実家で暮らしてて、で、もうね、小さい時からママにあんたは地元で就職して家にお金を入れるんだよって言われて育ってきたの。で育ってきたんだけど、高校3年生の時に就活をするか進学のために勉強するかって、そう、大学行くかってなった時に、あ、高校3年の時、高校3年生の時に、そう、時にあの大卒の方が初任給いいじゃんっていう、ただそれだけの理由で大学に行くことを決めた。あ、まあ、でも確かにそれはまあ、そう、あ、いろいろ計算して何歳まで働いてって、そう、生涯賃金を計算したの自分の中でそしたらあの大学の学費を払ってでも4大卒業してから就職した方がいいって自分の中で結論が出て、で親に相談したら絶対反対されるの分かってたから、うん、勝手に推薦の手続きを全部して、うん、でサインが必要なやつは全部お父さんにもらって、そうで住む家まで決めてからママにもう4月から東京に行きますって報告をして出てきました出てきました、はい、出てきましたそんな家を出た話からの、あの4年間学校行ったらちゃんと新潟に帰って就職するからって言ってママには言ったんだけど、結局音楽やりたくなっちゃって、一回就職活動して新潟で内定をもらったんだけど全部やめて、はい、ゼロから22から音楽を始めました。そうなんですか。まだしんちゃんの時はやってない、はい、卒業してから始めたから、あ、そっか、4年生、そう、4年生、そう、だってうち来た時だってまだギターギリギリ弾き始めて、そうそうですね、弾いたか弾けないかみたいな、弾けてない時ですね、弾けてない時、弾けてない時です、そうですね、そんな26歳です。貴重なお話ありがとうございます丁寧な返しが来た、丁寧な返し来た。花江ちゃんは、花江は、花江は大学がこっちだからこっちに来て、で、歌をやろうと思って、でもそもそもだって音楽系じゃないですか音大にずっとクラシックを3歳からその話もします、なんか知ってる人も知ってる、いいよいいよ、あ、じゃあ、いいの、かぶって、じゃあ、まあ長く見に、3歳からバイオリンを始めてずっとバイオリンばっかりでやってて、で、あなたも、そう、私もなんかそんな感じで、うん、あなたは絶対に音大に行くのよみたいな感じで、あ、こうやって育てられたのね、そう、でもずっとそのレールを歩いて行って、うん、音高に行くかもしれなかったんですよ、うん、音高に行くと言ってたんですけど勉強があまりにもできなくて、うん、とりあえず高校で勉強しようってなったんですけど、だから高校のどこ行って音大に行きましょうってなったのに、高校も勉強せずに楽器ばっかりやって、で音大が神奈川にあったんで、うん、で引っ越してきました。状況はもう通えない、なるほど、通いたくなかった、なるほどね、そう、新幹線で通いなさいって言われたけど絶対嫌だと思ってすごいよね、新幹線で通いなさいって言う親もね、でもいるみたいで、へー、すごい、それで一応こっちに住むことになって、
てずっとやってはいたんですけど、クラシックを、うんうん、その大学がそのジャズ科とか、はい、ロック&ポップス科っていうコースがあって、面白いね。でも面白いコースが今だって声優コースとかできましたからね。アニメ、そう、アニメコースみたいなのができる、来年からできるのかな。でそれでそのロック&ポップス科たち、ロック&ポップス科の人たちと仲良くなったら、ずっと歌は好きでやってて、うんうん、でもなんか本当に歌作りたいなと思い始めて、大学4年の時かな、ちょうどじゃん、ちょうど、 じゃあ大学3年の終わる頃に歌を書き始めてから今やって24歳そこまでデフォルトになった、感じですね今ね。なるほどね、はい、しんちゃんはいつから音楽はやってるんですか。私もあの、あ、そっか、去年そうそうそう、ね、1年前くらいからちょうどあの自分も曲をその作り始めました、うん、ギターも独学で、前はちょっと途中までやってなんかいいやとか思って、うんうんうん、ずっと生きてきたけど、あ、じゃあちょっと続けてみようかなと思ってちょっとギターをやるようになりました。1年前、え、じゃあ本格的にやり始めてからはまだ1年しか経ってないってこと、うん、そうです。それであのステージなの。いや、その後の話も聞こえます。なんだその後の話。いやいや、どういうことですか。ステージ何回目なの。ステージは横浜のオープンマイクも入れるならば、2回目です。オープンマイクをやったの1回 で、昨日やったのが1回 で、 ってことですね。あ、じゃあ人前で歌うのは今日が3回目ってこと。そうです。すごい、わーすごいね、うん、もっとずっとやってるのかと思ってました。ね、てか歌ってる時貫禄があるよね。そう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 、すごいね。なんか恥ずかしいです。私もです見習います。胸に手を当てて胸に手を当てて、さっき歌ったオリジナル曲、オリジナル曲ですよね、はい、はどう、なんか歌詞とか、うん、お深いなと思って聞いてたんだけど、ちょっと際どい歌詞で、うんうん、ちょっとこれダメじゃんって言われたこともあるんですけど、あ、そうなんだ。ちょっとあえて自分が逃げられない性格で結構苦しむことが多くて、なんかそれだからちょっと自分のために作って、あとは同じ状況の人がいればそれを聞いて一人じゃないと思ってくれたら一番いいです。それが、なるほど、はい、かっこよかったよね。強みになる曲ですよね、うん、あれね、そうね、歌うと急に大人っぽいよね。そう、びっくりした。そう、全然雰囲気が変わるなと思って、そう、なんか喋ってる時と歌ってたらガラって変わるのはすごいいいことだ、ね、そう、ギャップがね。ありがとうございます。めっちゃ緊張してます、すいません。めっちゃやばい、ずっと緊張してるからさ、すごい映るんですよ。いいよ、あなたは映らなくて。いいよいいよ、大丈夫だよ、はいはいはい、え、なんか、じゃあお菓子とか食べながらやってればいい。お菓子、お菓子、チョコレート、喉につまらないやつ。お菓子ください。お菓子、お菓子ください。今日なんかまったりしてますね。ね、今日まったりしてる。じゃあちょっとまったりな感じでちょっとリラックスして。 OK、 じゃあまったりのままですね、見てる皆さんも参加してほしいので、今日の番組テーマを発表したいと思います。今日は冬の訪れ、あなたのマストアイテムはということで、もう急に寒くなったじゃん。ですね。風邪ひいてない？大丈夫？大丈夫です。元気。本当、はい、私ひいたよ。この寒さでも負けたよ一回私は。そう、皆さんこの寒さを乗り切るためにですね、あの冬の必需品を教えてください。え、必需品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 を教えてくださいということでね、コメント書いてくれたらどんどん拾っていきますの で、 です、ね、よろしくお願いします。ちなみにパナエちゃんはマストアイテムですか、うん、冬の、冬の寒さを乗り切るために、なんだろう、いろいろ、ババシャツとか、私ヒートテック着ないんですよ。え、あのここら辺にピッてなるのが嫌で、なってるなってる、ほらそのピッていうのがちょっと苦手で、こういうなんか緩いじゃないですかカーディガンとか、うんうん、緩いの着てるのに中ではピッてなるのがすごい嫌で。え、寒くない？寒いです。すごい冬が嫌いだから、本当は冬で生きていきたくないんですよ本当は。いや、わかるよ。そう、冬は本当にダメなんで、家にいる時とかはもう本当ね、どうなってんのそれ。毛布にくるまってテレビ見てます。テレビ見てんの？正座しながらこうやって。かわいいなって言って寝落ちするって。なるほどね。マスターって言うと毛布ですかね。毛布、毛布とぬいぐるみ。ぬいぐるみ、ぬいぐるみあったかいんですよ。え、なんか5、6体一緒にいるとあったかい。すごいね。そう、
すごい絵だね、それね。温かみをもらって寝ます。ぬいぐるみとともに毛布にくるまって、はい、毛布にくるまって、あとペットボトルで作る湯たんぽ。へぇ、湯たんぽ。お湯入れるの？お湯入れる。2リットルのペットボトルにお湯をドドドドって入れて、うん、満タンにして布団に入れるとめっちゃあったかいんで。いいじゃん、やってみてください。ぜひ。私最近もっといいアイテムゲットしたから。何ですか？それは使わないぜ。湯たんぽゲットしたんですか？あのね、ゆたぽんっていう、ゆたぽんゆたぽんっていう電子レンジでチンするとテレビでやってたそれ、7時間あったかいの続く湯たんぽがあって。でも私そのペットボトルのことをゆたぽんって言ってました。名前つけてた。ユタポン作るっていう。ユタポン、じゃあお互いユタポンと一緒に冬を ね乗り切るということ。しんちゃんは冬のマスターアイテム。生姜です。生姜。生姜、はい、温まりますもんね。体内から、ね。素晴らしいね。生姜苦手なんだよね、私。生姜苦手。味ですか？うん、味。ちょっと気持ち悪いかな。匂いとか。ヒャって感じする。そうそう。効果音がいいですね。すごくなんか効果で一番伝わりますね。うん、そんないかな。すごいいいです。これユタポンって使い捨てなの？使いますよ。使いますよ、何回も。氷もなんか水？っていうかこう値段の幅広いんだけど。チンするんです。大きさが違う。あ、大きさが違う。そう。いろいろ形もあるの、そうなの。なんかみんないろいろ書いてくれてる。必需品。噛んでないから私。噛んでないから。しかも待って待って、このさプレゼントというハッシュタグのさ、うん、ちっちゃいつが2個あるのはあれなんですか？わざと？なんですか？プレゼントというハッシュタグやるけど。え、あそこ間違ってる。そこがまず必需品とか言ってないの。そうだよ、私のやつ拾ってる場合じゃないよ。ハッシュ、はい、あ、うつだ。みんな今日噛みますね、結構。これ、ね、これなんて読むの？ハッシュタグ。ハッシュタグね。ブーツ、手袋、ホカロ、猫。猫、猫、あ、猫あったかいよね、猫ね、確かに。確かに、かぶった。かぶったね。鼻水が出るのでティッシュ。あ、大事大事。あの、鼻セレブがいいですね。いいね。あ、冬の必需品、花江ちゃんの歌だって。え、嘘。いいじゃん。本当か？こんなことを書いてあって別にあれですよ、最後に抽選有利になったりしないですからね。そして、手袋、マフラー、ダウンジャケット。あー、いいですね。ダウンジャケット大事。ユニクロのあの、あれあったかいの、軽いやつ。ウルトラライトダウンみたいなやつ。それ正式名称すごいですね。ウルトラライトダウン。あの、ちっちゃくなるやつ。ベスト言ってないから、デフォルトっつってんの。え？デフォルト？デフォルトっつってんの。ベストとかよく知る。何が何が？どういうこと？何の話？ハッシュタグ。あ、ハッシュタグの話？今夜は胸に手を当てるのがデフォルト。いや、なのにベストとか書いてくる。誰が誰が？あ、そういうこと？本当だ。間違ってるかな。間違えたらダメだから。カウント間違えたらダメだから。もう一回書き直したら大丈夫なんですか。もう一回書いて。もう一回書いて。冬の必需品は、なんとかとみかんです。え、読めない。どこ、うん、どこに書いてある。読めない。あの、で、ベストのちょっと下。ベストのちょっと下。ベストのちょっと下。あ、一個下。こたつ。怒った怒った。こたつ。え、どこ、この今夜胸に手を当てるのがベストって書いてあるのに。こたつとみかんじゃない？こたつ？あ、響きで勝手に言ってる。そう、辛い料理全般です、ね、いいですね、大好きです。ダメでした。え、辛いの最近嫌いだってしまったんですよ。なんでよ。知らなくて。え、自分ヒリヒリするのってすごいなんか辛いなと思ってて、なんでこんなに辛いもの食べてるんだろうと思ってたのが最近嫌いなんだって。あ、辛いのがダメなんだって気づいたの。気づきました最近。何それ。何それ。最近気づいた。どういうこと。そんなことはどうでもいいんですけど。梅昆布茶いいね。梅昆布茶、ね、梅昆布茶あれだよ、パスタにかけると超美味しい。あ、なんか聞いたことある、それテレビで言ってた。和風パスタ。和風パスタ美味しそうですね。そう、何の具もないけど。味だけ。そう、茹でた麺に梅昆布茶そのままかけて、うん、梅ものせればいいじゃないですか。そうだね、一緒に食べたら、うん、結構でもちょっとかけただけで結構しょっぱくなるから、やってみよう。やってみる方は気をつけた方が。気をつけてください。そうね、リップクリームとか。リップ大事。今日忘れたの。乾燥しますもんね、うん、今ね。大事大事。当たれ。お、こたつ当たってる。おお、イエーイ。こたつなんだ。みんなそんな感じですね。いろいろありますけれどもね。なるほどなるほどね。じゃあコーナーに。はい、じゃあMC の持ち込み企画に行きたいと思います。何も書いてないや。何になったんだっけ結局。
大事なもの？あ、そう、とっておき、あ、適当に言います、タイトルは。いきますよ、泉まみの持ち込み企画、教えてあなたの宝物。イエーイイエイエイエイ。私がですね、担当するのがね、いつも第4週で、前回はハロウィンで、うんうん、来月はクリスマスがあるから、はい、季節物にしようって思ったんだけど、11月何にもなくてないですね。そう、何にもなくて、うん、で前回はハロウィンの過ごし方を教えてくださいっていうトークテーマやったんだけど、今月何にもないなと思って、じゃあ私が聞きたいやつを聞こうということで、はいはい、宝物を、宝物ですね、教えてください。もう全然音楽関係なくてもいい、いいから、うん、関係なくてもいい。うん、宝物、宝物、宝物書く、言うだけにする、いや書きますか。じゃあこれ書いたやつ全部あのプレゼントになる。そうそうそう、今更言う、結構でも字綺麗、達筆な字を書かれますね、うん、書かれますね。あの達筆な字を書いてるから。どうしたの？宝物、ね、宝物、あ、じゃあ2人が書いてくれてる間に私は喋ろうかな。宝物書けるかな。あ、絵でもいいよ、かなえちゃん、絵でもいいよ。絵かな、どれかな。宝物な、急に出てこないですよね。なんだろうね、大事なもの、大切なもの、両親、うん、一番最初に出てくるのは両親、いや、まあ、家族、全部含め、家族。え、宝物じゃベスト3っていいんじゃない？じゃあベスト3で、うん、ベスト…え、ベスト3、うん、選べない。あ、まあ、じゃあ順位つけなくてもいいから、3つ、3つ。え、そうだな、だってパナエもパパが出てくる。確かに。え、パパっていうか家族、家族だよね、全部出てくるよね。家族、宝物でしょ、家族、うん、なんだろう、宝物。で、呼吸に言われると、うちの高峰さん、ギター、高峰さん、高峰さん、名前高峰さんって言うんですけど、そう、そのままそのまま。下の名前は？ない、高峰、高峰さん、ない、高峰さん、あの子は高峰さん。あとなんだろうな、もう一個、宝物、自分。ああ、まあ確かに、うん、もうもはや自分が商品だからね、今はね。そうですよね、自分、もう健康である自分。それ一番大事かもしれない。大事、めっちゃ大事。宝物、でもやっぱ一番最初に出てくるのは家族かな。家族も大事ですよね。ね、両親がいないと自分もいないしね。確かに。最近弟が結婚しまして、おめでとうございます。甥っ子、姪っ子ができたんですけど、めっちゃ可愛い。もうね、可愛くてね、そこも全部含め家族。甥っ子、姪っ子、もう今埼玉に住んでるんですけど、うちの弟家族が、うんうんうん、もう休みがないのよ今私。何もない日がなくて1ヶ月ぐらい、でも無理やり時間を作って埼玉に会いに行くっていう。めっちゃラブじゃないですかそれ。もう可愛いの、2歳とね、0歳なんだけど。あ、可愛い。可愛いんですよ、2歳の子が最初マミちゃん、マミちゃんって言ってたのに、なんか気づいたらマミーっつって呼び捨てになってて、可愛い。何それ、可愛い。マミだよって感じ。そう、マミだよと思って。そうなんですよ。で、この間遊びに行った時に、お土産にキャラクターものの靴下を買ってったの。靴下を、私がトムとジェリーが好き で、たまたま自分の靴下買いに行ったら、子供用のトムとジェリーの靴下を見つけて、これはあげるしかないと思って買ってったんですよ。で、あのラッピングしてもらって、可愛いピンクの袋の入った状態で、りっちゃんお土産持ってきたよって言ったら、うわーってめっちゃ喜んで開けてくれたんですけど、開けた瞬間、おもちゃじゃないって言って、ただすごい冷静な顔をされて、ごめんねっつってっていうのがつい最近のお話。子供って素直ですよね。いや、もうね、それも含めて全部可愛い。あ、もういいな。ただの親戚のおばちゃんみたいな。ね、しんちゃん書き終わったみたいだけど。はい、そうですね、終わりました。じゃあしんちゃんから、はい、早いね。はい、間違えた、はい、間違えました。かわいい。じゃあしんちゃんの宝物を3つ教えてください。はい、じゃじゃん。母と、うん、リスナーさんと、うん、クリエイティビティです。お、英語出てきたぞ。
カタカナ出た。カタカナ出たぞ、カタカナ。苦手だ。説明をお願いします。ひらがなで書く。ひらがなで。想像力が、やっぱり、でも私の場合ちょっと妄想力に近いかもしれないですけど、昔から妄想がすごい好きで、大事大事、それがやっぱり今にちょっと生きて、やっと生きてきたなと思って、だからちょっと想像力、いろんなものをやっぱり私は最終的には作り手に回りたいので、うんうん、とクリエイティビティを上げました。素晴らしいな、はい、かっこいい。本当に22歳ですか？年齢差しよう。いいね、これリスナーさんが宝物に入ってくるのは、はい、かっこいい、素晴らしい、いいね、素敵なことだよ ね。ツイキャス自体はどれぐらいやってるの？ツイキャスは今のアカウントになってからは、うん、だいたい今3ヶ月ぐらい。あ、そんなしかやってないんだ、はい、あ、でもその前からやってた。本当にもう、でも本当にお遊びみたいなような趣味の感じでやってました、ね、はい、ちゃんとやり始めて3ヶ月で、はい、関東のお客さんといっぱいつながって、はい、で今回やって会いに来れたと。鏡みたいな感じなんで、なんかリスナーさんと私結構似てるんですよ、うん、人柄とか。だからお互いがすごいなんか鏡だなって気づいてから、すごいやっぱ大切に自分もちゃんとしなきゃなって思ってなるほどます。かっこいいね、なんか、あ、今日は学ぶことがたくさん。クリエイティビティっていうの、はい、クリエイティビティね。そうね、しん先生とお呼びしたいと思います。ダメです、はい、今日はしんちゃんと。わかりました。書いたかい。あと1個出てこないにするのがいっぱいありすぎて選びきれない。選びきれませんね。なんだろ う。じゃあ2個だけ今んとこ。ダメ、書いてから。わかりました。今日厳しい。はぁ、あ、じゃあお母さんについても、はい、あ、いいですね、うん、お母さんは、うん、まず自分が大学で教育のことを学んだり、バイトでやっぱり教育、うんうん、子供と携わって、あ、なん、お母さんってやっぱすごいなって、やっぱ子供育てるって大変だし、教育費とかもあるし、うん、すごい恩返ししたいし、一番歌も尊敬してて、うん、すごい世界、私は世界で一番お母さんの歌が好きだから、うん、素晴らしい、一番尊敬してます。お母さんもシンガーさん？いや、お母さんは歌うだけなんですけど、すごい私は好きです。へー、すごいね。なんか愛が溢れておる。溢れている、うん、素晴らしい。よし、あ、できた、できた、よし、いいじゃない、きた。じゃあ最後、かなえちゃんの宝物を3つ。いや、まあみんなそうなんですけど、やっぱ家族ですよね、うん、家族がみんな大事なんで、やっぱり、いや、感謝しきれなくないですか、やっぱりね、うん、家族はね。だからやっぱり、ね、素直になれないんですよ、うん、なんか、あ、ちゃんにバイバイ、うち忙しいからバイバイみたいな感じで電話切っちゃうし、うん、そうで、なんだかんだ言って後から電話して、辛い時とかも聞いてくれるし、話、うん、一番やっぱり親身になって話聞いてくれるのが親だから、うん、親もそうだし、弟とかも私いるんですけど、弟がね、なんか変なことしないか心配ですよね。変なことって何？何やってんだろうみたいな、何やってんだろうみたいな、飛行の道に走らないかしらとか、いろいろ考えるんですけど、でも多分大丈夫だと思いますよ、うちの子は。うちの子はって。うちの子ですか。あと私は音楽で生きていきたいから、うん、音楽しかないなと思って、大切なものを、うん、生まれた時からずっと音楽やってたから、うん、自分が奏でることとか聞くこととか幸せになれるから、音楽と、あといつでも笑顔でいたいなと。笑顔でいると幸せにみんな伝染するじゃないですか。するする。そうだから、すごい、ずっといつも笑顔でいたいっていうのが宝物かな、願望かな。笑顔は、自分の笑顔はでも宝物かなって思いますね。素晴らしい。はい、終わり。かなえちゃんね、いっぱい突っ込まれてる。宇宙人です。あ、宇宙人です。卵、かわいい、卵、あの、た、卵。なんでそこを突っ込んだの。パライちゃん、はい、なんでオムが入ってないんですか。オムだってさ、軽いじゃん、いっぱいあるんだよ。いっぱいあるからしょ、無理だそうです。オムは大好きだけど、うん、今日もお昼ご飯オム食べたんですけど。あ、そうなの。そう、冬だからクリームシチューじゃない。クリームシチューだから、クリームシチューファミリーの中にちょっと入る。あ、なるほどね。じゃあ今書きますよ、オムライス。
ひらがなは宝物に入らないのかな。ひらがなも宝物だけど、宝物ありすぎるから書ききれないんですよ。だってひらがなだって手段。手段、まあ、大事ですよ。私本人が手段生きる術ですよね。はい、そうでしょ。だからオムライスできました。一応オムライスも書いといた。卵が何になった。猫、ね、卵と猫と卵と猫と宝物。ちょっとやばいと思うんだけど、ここら辺で引いときたいと思うんですけど、いろいろあるの。いろいろの中からね、ピックアップした3つがそれだったの。そうですね。はい、でございます。ありがとうございます。みんなの宝物を聞けた。ありがとうございます。あとで、そう、さっきプレゼント紹介の時に言わなかったんですけど、この使ってるスケッチブック、これ後でサインしてね、全部プレゼントになりますので、今花江ちゃんが描いた謎の生物とオムもプレゼントに猫になった入りますね。もうちょっと喋っていい時間があるんだけどさ、なんか喋りたいことある。しんちゃんに聞きたいことある。なんか急に振られてる。しんちゃんが聞きたいことある。あ、そうですね。じゃあてか、どういう音楽を普段聞くの。あ、確かにそれは気になる。からなんであれが出てくるの。私は、嫌いな音楽ないって言ってたよね。全部演歌とかも好きで、アイドルとかも好きなんですよ。あとは、なんだろう、K-POP とかそういうやつとか流行りとか、あとはブルース最近好きで、ちょっと好きなんですけど、なんか本当に聴いてて気持ちいいなって思えるのは幸せです。音楽がね。昨日もさ、なんだっけ、リズムがあって話を少ししてたじゃない、はい、なんかちょっとその辺の話もうちょっと突っ込んで聞きたい。あの好きな、そのアーティストさんとかをやっぱ分析とかしていったら、いろんななんかリズムとかもあるし、だったらなんか自分はまだそんなアレンジ力もないので、じゃあここちょっと1個変えたらなんか変わるかなって思って、自分が思ったのは、そのテンポとかリズムとかを変えることによってちょっと流れが変わったりするかなと思って、ちょっと試したのがその昨日歌った4曲目のやつなんですけど、それは今日は聴けるの。あ、でも思ってなかったんですけど、やります。やってくれるって。やった。でした。そうだよね。昨日これで散々喋ったんだもんね。大人たちにいろいろ聞かれたでしょ。そんな喋んなかった、ね。そんな聞かれるやつなんですか。面接？いや審査員たちよね。違う、要は芸能コンテストっていうのは、もう即オファーなんですよ。よかったら。へぇ、即ライブオファー。そうなんだ。そういう位置づけだから。面白い。だから自分のイベントに合ってるかどうかも含めて、それぞれ、まあ、審査員ってのはみんなイベンターなんですよ、で合ってるかどうかも含めて質問してる、基本。とか、でだからグランプリは もちろんグランプリなんだけども、昨日の出演者でグランプリ取ってなくても自分のイベントに合ってるなと思えば個別にオファーするだろうし、でまあ それで露出してくれればまたね、大きなとこでこういろいろ出てくれればなって思いがあって開催してるんですね。そういうことだった。いいね。のあったらよかったな、私が始めたばっかりの時から。なかなか、でもほら、こういう感じでやってるっていうのは多分ほぼほぼない。そうですよね、すごくいいと思う。大手さんがこうやってるのはね、いっぱいコンテストとかあるでしょ、はい、っていうことです。ね、いや、おめでとうございます。いや、グランプリだよ。すごいですよ ね、 すごいよね。ありがとうございます。かわいい。何人受けたんですか、これ。いや、予選通ってるのが6人で、はあ、で昨日6人来てもらって。そうなんだ。1人4曲ずつですか。5曲ずつ。結構がっつり。すごいな。ライブって感じですね。で、変な話、5曲もやるといろいろアラーム出てくるし、なるほどね。ずっとツイキャスで、ずっとツイキャスで流してましたよね。やってましたよ。そうなんだ。ちょっとだけ聞いた。おお。寝たんだけどね。寝を聞きながら寝て、起きたらなんか特別審査員やってたカズマさんのギターが聞こえてきて、おお。かっこいいギターだなと思って起きたら。そ
そんなことがあったんですね。そうなんですよ。さっきも言ってたけど、この賞金5万円は交通費で消える感じですか？そうだね。使い道は他に、はい、ちょっと消えちゃう可能性が高いです。わー、まあ、まあしょうがない、遠いしね、はい、しょうがない。そうだね、よかったね、これで浮いて、はい、交通費が倒れるね。本当だよね。そっかそっか。でまたね、来てほしいですけどね、うん、ね、ぜひライブで一緒に、ね、一緒にね、やりたいですよね。ぜひぜひ、うん、だって言ってまだ始めてからの期間って短いわけじゃないですか、うん、これからも怖いね。呼ばないでおこうか。今日はなんでそんな厳しいんですか。厳しいな、すごく厳しい今日。なんか若い名はほらだってだって良好的な。でもそんなことない。だって今日みんな今日花江ちゃんに厳しいですって書いてるよ。花江ちゃんに。え、なんで今日まみちなんか、私がじゃなくて、まみちなんかあったらなんか、なんか、なになになに、あれじゃないですか、昨日ネタこれ、これ、これ、これくらいか。え、これからか。これ、これね、これね、ちょっとね、今日そう、ネイルを直しに行ったんですけど、これのせいだ、これのせいだ。そう、あのちょっといろいろありまして、いろいろありまして、明日また行かなきゃいけなっちゃった、ね、はい、じゃあそれのせい、それが私に回ってきた感じですね、今日ね。ごめんね、やつ当たりして。いいですよ、どんどん当たってくださいまし。うん、あ、昨日会場で見た人はいるんですか、うん、いない、ツイキャス、これを見てる人。そうかそうか、そういうことか。ツイキャスで昨日の見てくれた人がいたらぜひコメントください、うんうん、ツイキャスっていいですよね、すぐパッと見られちゃうから。本当だよね、いいことが、いいもので。花江ちゃんも今毎日やってるもんね、ツイキャス。寝落ちしました昨日。いや、あの新潟に行って言い訳してもいいですか、うん、いいよいいよ。その全然、その昨日の前の日に、ん、昨日帰ってきたのか、おとといですね。おとといに朝7時半の車で行って、で昼夜公演だったんですよ、ワンマンライブが、うんうんうん、で昼夜公演して、で次の日朝早かったから新幹線で帰ってきて、で朝からずっと活動してて、やっと家に帰ったのが8時で、帰ったら寝ちゃいました。あー、なんかバーってしてたらはーって寝ちゃいました。なんだよその効果。って言ったら朝です、4時でした。あ、朝だった。朝の4時です。か、ま、毎日が。いいじゃん、朝4時からキャスやるの。で、5時からバイトだったんですよ。あ、そうだよね。パン屋さんだったの。そうだね。なるほどね。パン屋さんやってるんですよ。かっこいい。そしたら、パッて起きたら、どこ、今どこ、ここは自分の家だ、何時だ、テレビって思った。テレビって思った。なんか、おはようやってました。あ、うん、なるほどね。やってました。だってできなかったんだ、昨日。そう、だから今日はね、パルヘジアもやって、うん、家帰って、ツイキャスもやって、ツイキャスもやって、えらい、あの昨日の分ってことで。素晴らしい、素晴らしい。だってワンマンまで毎日ツイキャスなんでしょ。そうなんですよ、よく寝落ちをするようになっちゃったんで。寝落ちをするようになっちゃった、 ったんで、うん、今日からね。あとあれになっちゃったんで、速度制限がかかっちゃって。あらまあ、iPhone に。そっかそっか。今頑張って Wi-Fi と一緒に頑張っておりますけどもね。今日も夜多分やると思うので。うん、ね、マミジさんもやってますね、ツイキャスね。定期配信が毎週月曜日で、でも全然関係ないところで週の半分ぐらいは配信をしています。います。え、います。よっと、はい、ありがとうございま す。でも最近とある事情でお家で歌えなくなっちゃって。あ、そうなんですか。そう、だから歌配信をやるにはスタジオに行かなきゃいけないんだけど。あ、そうなんだ。なかなかね、平日の夜じゃないと借りれなくて、そこが、いつも借りてたところがね。で、そう、でもほら、週の半分以上ライブしてるから、そうですよね、なかなか行けなくて、なんですよ。だからちょっとおしゃべり配信がメインになっちゃってるけど。しんちゃんもお家からやってる？はい、やってます。歌ってる？歌ってます。お、どれぐらい配信してるの？ちょっと、毎日やる時もあるし、ちょっと自分がしんどいなって思う時は、ちょっと休んだり。てか、たまにとんでもない夜中にある。あ、そうなの。寝られない人ですか？ご覧になったこと。え、ちょっとビビり出してるね。はい、とんでもない時間にやってます。へ、寝られなくてってことなんですか？起きて、ちょっとやろうかなって思ったりしたりしてます。それも歌うの？真夜中に。あの、朝の4時ぐらいとかに。すごいね。あんま人が住んでないとこで。へ、人が住んでない。ちょっと怖いんですけど、一回自分しかいないっていう。へー。あ、そうなんだ。なぜだろうと。なぜだろう。いや、それはもう歌ってもいいよっていうためにみんないなる。だと
いい環境だね。うん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 、なるほどね。みんなじゃあツイキャスのキャス主ということで、はい、あれ届いたよ今日私。何ですか？トリックアトリートのキャンペーンの鳥、うん、ピンクだった。ピンクと青がいるらしくて、うちピンク届いた。ピンク良かったですね。届いてない。結構なんかみんな昨日とか一昨日ぐらいに届いたみたいな。そうなんだ。へえ、面白い。で北海道行ってたから、うちにも来てんのかなと思って。来ました。そう、帰ってきたら不在届入ってた。すごい、もういいから。もうハロウィンも終わっちゃいましたもんね。ねえ、終わってね、次クリスマスだね。早いですよね。12月ですよ、パナエさん。なんかあります？12月は。12月もありますね。12月もある。いや、ありますね、いろいろね。ワンマンライブもうどんだけワンマンライブしてるんだって感じですけどね。どんだけワンマンライブしてんだろうね。本当にいろいろあるんですけどもね。ここで言っちゃってもいいですか？いい、全然いい、全然いい。何回でも、どんだけでも。どうぞどうぞ。じゃあライブの情報だけでも一つ、なんか混ぜ込んじゃったんですけど、真ん中にね、顔の横に置くか。12月22日、恵比寿天窓スイッチにて、うん、私が組んでおりますね、メヒョウさん姉妹というユニットがあるんですけども、うんうんうん、こちらワンマンライブがございます。イエイ、パチパチ。この日は、3人で、うん、私とピアノタンバリンのアンナポンと、うん、ピアノバイオリンの向井陽子ちゃんと3人でメヒョウさん姉妹というユニットでやるんですけども、いろいろと考えておりますので、まだチケットありますので、うん、よかったらね、遊びに来ていただければなと思います。結構それ以外はパナエはもう29日までライブはないです。あ、そうなんだ。そう、12月はソロないの？ソロは12月29日しかなかった。へー。あとサポートが何なのか、マユリのサポートでライブをしてますので。あ、メヒョウさん姉妹ワンマン行きますって。ーキー、やった、ありがとう。声が変わった。ありがとう。そんな感じでいろいろやっておりますので、今週もワンマン前に1本、11月26日に北参道ストロボカフェでのアンナポンと一緒にピアノで2人でライブしますのでね、ワンマン前によかったら予習しに来てください。あれはやらないの？どれは？パナエ縛りのやつはまだちょっと内緒でいろいろ企画しておりますので、まだ告知はしておりませんのでね、内緒です。楽しみにしててください。こんな感じで私の告知でございました。ありがとうございます。ワンマンがまだまだ続きますからね。続きますね。すごいよな、本当にな。レイズのワンマンライブは、え、ワンマンライブ、マメチーも、私も、何回言ってもいいんで。私のワンマンライブはですね、あ、待って、ワンマンライブ2個今決まってて、2個、そう、12月、もう年内にも1本あります。12月17日、この真ん中のやつ、北参道ストロボカフェだよ。お、一緒だ、ストロボカフェ。ワンマンだよね。そう、これね、滝沢まみっていうユニットのワンマンライブなんですけど、仲良しの滝沢さとみちゃんっていうピアノ弾き語りのシンガーソングライターと、私ギター弾き語りの泉まみが組んだユニットのワンマンライブ。言っちゃった、ユニット。え、なになに、ユニット、あ、これ全然言ってる、これは。あの、いや、だって滝沢ゆりえ的なことはしてない。滝沢ゆりえ的なことはせずに、普通にユニットと言ってます、ここは。的なことは、そう、あ、私の分のチケット、お席があと1席となってますので、早い者勝ちですね。もうね、夜8時から、平日なんで夜8時からの遅めのスタートになってますので、よかったら遊びに来てください。この日レコ発です。もうレコーディング終わって、CD 今作ってるところです。そして年明けまして2月の6日土曜日にバースデーワンマンがあります。イエーイ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 。この日はね、代官山にありますループというライブハウスでバンド編成でのワンマンライブです。なんと花江ちゃんがバイオリンで参加してくれます。ありがとうございます。イエーイ、よろしくお願いします。バイオリンコーラスね。そう、バイオリンコーラスします。もしくはパーカッションね。まあ、タンバリンぐらいですね。タンバリンぐらい、ね。バイオリンタンバリンコーラス。バイオリンタンバリンコーラス。バイオリンタンバリンコーラスでね、参加して。そう。バイオリン行きません。バイオリンダメだよ。大事だからダメ。そう。この日はね、6時半オープン、7時半スタートで、土曜日の夜なので、よかったら東京普段来れない方も応援に来てほしいと思ってます。前売り3000円でワンドリンク別。200人のお客さんと一緒にこの日はライブを作りたいと思ってます。チケットがね、今30枚ぐらい羽ばたいてまして、まあ、今月発売したばっかりなので、まだまだ、そう、これからお届けしていきたいと思いますが、ワンマンのチケットに限りまして通信販売でも
を購入いただけますので、よかったらホームページで詳細を見てみてください。よろしくお願いします。イエイ。しんちゃんは次のライブとかは決まっているのかな？明日。お、明日、はい、明日キンキンに明日で、渋谷ジージで、歌川ガールズコレクション、はいはいはい、うんうんうん、明日の水曜日の明日で、会場は、はい、6時からで、開演は6時半からになってます、うんうんうん、で、取り置きがもしあったら私の方に連絡を、ツイッターフォローしてください。学割安いね。学割1200円。めっちゃ安いですね。私は8時10分から出ます。イエイ、お願いします。皆さんよろしくお願いします。ん、何が出たじゃん、この間マリナッターのバースで、そう、初めて出て、うんうん、あ、そうだったんですか。そうなの、出たことなくて。知らなかった。かなえちゃん見によく行ってたよ。そうですね。よくジジで会ってるから。そうそうそう、見には行ってたんだけど、そう、出たことなくて。そう、そんなライブをたくさん控えている私たちですが、はい、もうちょっと歌が聞きたいなと。あら、歌ってもらってもいいですか。歌いましょう。なんだよ、このよくわかんないけど、さっきと反対の順番でパナイちゃんから歌ってもらおうかなと思います。準備をお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。明日なのか。明日です。見に行かれないや、明日は。大丈夫だよ。大丈夫ですか。全然大丈夫だったもん、さっきの。さっきの、それからまた。そうね、そうだね。これが終わっちゃったら次はもういつ来るかまだ決まってないもんね、うん、はい、だから関東圏内の皆様、明日のライブを、そう、チャンスですよ。しんちゃんに会えるチャンス、生でライブが見れるチャンス、ぜひ会いに来てください。お願いします。お願いします。正座に時間がかかってるので、皆さんプレゼントの、その椅子ね、大変よね。プレゼントの応募は皆様お済みでしょうか。ライブが終わったら最後にね、ね、普通の椅子にしたらいいんじゃない？揺れる揺れる。そうそうそう。このライブコーナーが終わったらね、プレゼントの抽選に行きますので、ぜひまだ応募してないよって方がいましたら、ハッシュタグをつけてコメントをしてください。今日のプレゼント用ハッシュタグは、今夜は胸に手を当てるのがデフォルト。最初にやったのしんちゃんだね。そう、最初やったのしんちゃん、こうやってこうやってやったからね。そう、これが今日のプレゼント用ハッシュタグになっております。ぜひぜひ皆様応募してください。よろしくお願いします。ということで、ということで、もうちょっとかな、もうちょっとかな。オーディションとかは受けたことあるの？オーディションはないです。ない、はい。おー、22か。あ、なんかあったんですね。残念だね、22。もうさ、年齢制限さ、早くない？早いっすね。20、いや私も26だからさ、ほぼほぼ応募できない、もう。いや、だから大体22ぐらいで終わる。そうそう、それぐらいが多い。20歳までとかね。結構ラストチャンスだ。そうだよ、その今その手のやつ、ね、まあでもまあいっぱいポジション系いっぱいあるから、これからね。さあ、どうでしょう。 OK です。 OK です。じゃあパナイちゃんお願いします。よくありますよね、このギターを弾こうと思ったらボリュームが下がりまくってる、弾いてる時に思い出す。どうしようとなって一回曲が止まる。そんなことがないように。大丈夫そうかな。もう寒いですけれども、夏の曲を一曲、キラリという曲聴いてください。眩しい日差しに公園で花火もしたね。
忘れないように当たり前となく大切な君そんなことにならないように大事にしよう夕焼け日暮らし好きだよ。ひらがなも好きだよ。大丈夫だよ。でもね、いろいろありすぎて選べませんですけれどもね。そんな中でもいつもいつもお母さんもそうなんですけど、お父さんも好きなことをして生きていきなさいって言ってくれて、自分の人生なんだから好きなことをして、その代わり自分のことはしっかり、自分のことは自分自身でしっかりしなさいって言われてて、頑張ろうっていつも思っております。そんな大好きなお父さんに向けて書いた曲、パパ聴いてください。あなたの子でよかった、週末の朝は二人で、
してるよ。泣いたならもう強くなろうと思ってたのに、ああ溢れるほどの愛情を注がれていた。ありがとう。ここでよかった。枕の匂いは親父だけど、小さな頃はやだななんて思えば、それも愛だね。あなたの子でありがとうございます。かなえちゃん、ありがとうございました。じゃあ続いてしんちゃん、はい、準備をお願いします。皆さん、ハッシュタグの書いてくれたかな？もう一回だけプレゼントを紹介しておこうと思います。このままいきますよ。頑張ってみてね。クラブパルヘジアの番組ステッカー、そして岡林美希さんのラジオのステッカー、そしてありがとうございます。
今泉セリナちゃんのサイン入りポストカード、そして松澤春奈さんのサイン入りステッカー、こちらラス1です。今日でプレゼント最後になりますので、絶対絶対ゲットしてくださいって言っても一人なんだけど、ゲットできるのはね。そしてトゥルーカラーズアルバムボリューム2のステッカーです。そして毎度おなじみ宴さん提供のお笑い CD、 インチキマンションの CD、 そしてそして今日は私から8月10日に行われました川崎クラブチッターでのライブ映像が入っております。 DVD 何曲ぐらい？3曲です。3曲入って1000円のものを今日はプレゼント入れます。そしてそして私たちがこう使っているスケッチブック、今人のやつを勝手に出そうとしてスケッチブック、こちらにサインを入れてプレゼントと、あと最後に集合写真を撮ってそちらにもサインを入れてお届けしますので、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。はい、花江ちゃん、パパはいい曲だよ。本当ですか？うん、嬉しい。すごくいい曲。いや、電話をね、もらったんですよ、うん、パパから。パパから電話が来て、うん、愛してるよって言ってくれて、いつもいつも久しぶりに会うとただいまハグみたいな感じなんですよ、うん、すごい仲良しなんだね。仲良しで、うん、落ち込んでた時に電話がかかってきて、うん、もう号泣で、お母さんと電話する時よりも泣けるんですよ。素直に泣けて、すごい、ね、ずっとパパっ子で、うん、で号泣してもあなたの声で、パパあったことある？ない。パパの写真見たことある？超かっこいいの。ない。もう写真見せたい。ないない、ここの場で見せたいもん。後で超かっこいいのえメッセージ？何が？写真が来てる。パパの、嘘、パパの写真が来てる。パパの写真が来てる。マジで？何で送ってるの？後でじゃあ見てくれた。てか知らないとこでパパの写真出回ってるよね。まあ、全部そうです。私が宣伝してる。あ、ツイッターにでもあげました。あ、そうなんだ。うちのパパってあげました。いいな。そう、ワイルドな。で、それで電話がかかってきた後に、うん、じゃあママの曲があるからじゃあパパの曲書こうと。めっちゃ泣きながら、泣きながらでも愛してるよ。てかママの曲って最近歌ってないですね。あのね、ちょっと一つね、ちょっと問題があってですね、高い声が出なくなってきてる。声変わりしたみたい。声変わり、声変わりしたか分かんないけど、最近こんな高い声で歌っていたんだと思ってちょっとお休みしてます。ちょっとあれ、ちょっとなんかこう、ね、こんな感じですか。でもワンマンもね、あれいろいろあるのでね、うん、あ、なるほど聞いてもらえればなと思いますけどね。はい、そんな感じで準備はできましたでしょうか？はい、はい、じゃあしんちゃんお願いします。めちゃめちゃ感動しました。泣いてました。若干ちょっと今も心が、はい、じゃあ、ナローワールドという曲を入れたいと思います。この曲はテンポとかちょっとリズムとかに注意して作ってみました。よろしくお願いします。
か一人のスニーカー結び目見つかないで泣きそうだ。最後の曲に行きます。昨日も、コンテストで最後に弾いた曲です。ギフトという曲で、昨日リスナーさんからいただいたのは本当になんか日常のありがとうを感じたよっていう風に言われました。じゃあ聴いてください。ギフト。君にあげたいものがThank you.
いただきましたのでなんか戻ってきた感じがしますけれども、お疲れ様でした。お疲れ様です。なんていい声なんですか。私はもう本当に涙が、涙は私のことはもうすっぱり忘れるじゃあまたちょっと後で、ね、後で裏切って話しましょう、はい、ぜひぜひ。いや、いい声してるなと思って。あの尾崎亜美に似てるとか言われた。尾崎亜美さん、尾崎豊しか分かんない。尾崎亜美って誰。尾崎亜美、最後の曲なんか特に尾崎亜美、じゃあ聴いてみましょう。ちょっとメモしとけ。てか知らないんだ。知らない。尾崎亜美、尾崎でもここにメモしたらみんなにあげるんだから。尾崎亜美、後でちょっと、いや、わかんない。ありがとうございます。なんかね、なんかね、聞こうと思ったの。あれですよ、ギター弾くときに、はい、ギター弾くんで、いや、みんなギター弾くんで、いや、何もない。いや、自分燃えました。あ、燃えます。女性があのすごい弾きにくそうなフレットとか、もう糸も簡単にパッパってやるのもすごい、糸も簡単じゃないし、好きで、夏のやつも、ね、あ、ありがとう。でもありがとう。なんかわーっと、私もなんかずっとここ見ちゃってて見ますよね。ギターやってる方だったら分かると思うんですけど、この6弦の一番上をこうピッてやって、カッツってピッてミュートして、なんか、なんていうんですか、パーカッションみたいに弾くのがすごいかっこいいと思って。指が綺麗ですよね、うん、でもめっちゃ 長いになってました。いや、いや、私フレット押さえてる。指はでも長いっていう。ちょっと出してみますか。あ、でもそんな分かりづらいか。いや、すごい定期で指が、ありがとう。なんか褒め合ってるけど、大丈夫かな。ちょっと大丈夫かな。MC できないのかもしれない私。そうなね、しんちゃんは、しんちゃんって可愛いね。あ、クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃんって言われません。言われます。言われる。絶対コメント欄に来ます。クレヨンしんちゃんって大丈夫そうですか。はい。クレヨンしんちゃんなんです。クレヨンしんちゃんで大丈夫です。クレヨンしんちゃんで。マミジさんが。マミチだった今日は。500円だ。1回しか行ってないまだ。では用意ができましたでしょうか。はい。では次、泉まみさんでどうぞ。1曲だけお届けしたいと思います。離れて暮らす両親を持って書いた1曲です。聴いてください。おやすみ。目を覚ました朝、思う
ありがとうございます。なんかしっとりしましたね。また胸が胸が苦しくなる。言い方違うから。胸が苦しくなったね。え、苦しくなっちゃった。おかえりなさい。ただいま。いやいやいや、今日も早かったな。あっという間でしたね。あっという間でした。いやパチパチ来てますけどね。終わっちゃうのか。終わっちゃうのもね。早いですよね。早いよね。もうちょっと喋
喋りたいけど、続きは それぞれのそうね、それぞれでね、うん、お話ししましょう。じゃあみんなの告知をもう一回、うん、ね、はい、改めて、かなえちゃんから。じゃあ私からどうぞ、はい、どれからにしようかな。なんか3冊あるんですよ私紙が少なくてね、3冊あるんですよね。いや、いい子だいい子だ私。じゃあまずは SNS からご紹介していきたいと思いますけど、ひよこちゃんがいっぱいね、ここにいるんですけどね、いい、ひよこちゃんと一緒にね、これ足ね、足ね。SNS、Twitter、パナエで検索すると多分出ますので、よかったらフォローしてください。アメブロはパッパラパナちゃんの生態ってひらがなで調べると出ますので、よろしくお願いします。それは面と向かってパッパラパナちゃんって呼んでいいの？パッパラパナちゃんの生態ってちょっと気分が高かったのでたぶんつけたんですけどブログのタイトル、あ、それでもいいですよ、長くて嫌になると思うんですけど。いや、頑張ろうねみんな誰そんなマスコモなんじゃないですかそんなでもツイキャスもやっておりますのでね、今日も夜配信したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、ショットもう一回言いますと、2015年ライブはですね、あさって11月26日北サンドストロボカフェでライブをします。その後11月29日に四ツ谷にありますサウンドクルー。これさ、こうやって見て28に見えんだよ、ね、どれ29が、嘘だよ、変な形の8、うん、こんな通りしてきたら25のくるのかな直したどうしたあこれでどうだ、あ、大丈夫だ、それ大丈夫、29人目、じゃまだ29の話してないから、うん、11月28日書いてないんですけど、11月29日パナエワンマンライブがですね、四ツ谷にありますサウンドクリークドッポであるんですけれども、チケットが完売しました。イエーイ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。完売したんですけど、まだ実はすごい期待言ってくださる方がいらっしゃいまして、ライブ会場にもなんか電話でみたいなのがあるので、立ち見でよければあと3席ぐらい置いてきます立ち見になるけど、最初から立ち見券、立ち見券になりますね。よかった、チケット買って、そう、チケット買ってチケット自体は30何枚ぐらいまでだったんですけど、あとネット予約 で、ね、チケットから順番に入場という形にしたいと思いますので、その後は番号ない方は頑張ってきてください前で見るか後ろで見るかはあなたが何時に来るかによりますので、ぜひね、よろしくお願いします。で、その次12月はですね、22日パナエンではないんですけれども、12月22日恵比寿天窓スイッチにて、メヒョウ三姉妹というユニットでワンマンライブが行われます。イエーイイエーイ、ワンマンライブ続きます。こちらはチケットまだ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 ありますので、よかったら遊びに来てください。そしてパナエとしてのライブ、今年ライブ納めは12月29日ひまわり広場で手をつなごうで、なんか決まってるところとしては鳥を務めさせていただきますので、よかったらね、遅い時間でも大丈夫だなって方はね、遊びに来ていただければなと思います。時間忘れちゃったのでツイッターに載せますこんな感じかな、ライブはですね。あとはないかな、私は残したことは。今日入手したチケットは、あった、うん、今日入手したチケットの話はまた今度今日書いてないから、じゃ会場の方に今、うん、1月17日こちらでライブをしますイエイ、私パナエじゃないんですけど、オンジョビで出させていただきますので、またなんか どんなことになっちゃうんだこのステージが。オンジョビって乗れるの？わかんない、それを見越して誘ったんじゃないんですか？わーってことで、まあでもそのライブもね、来年もこちらいよぎのね、チャイナスクエアでお世話になりますので、どうぞ来年もよろしくお願いします。イエーイ、はい、パナエは以上かな、終わりますでは続きまして、しんちゃんどうぞ、はい、まず私もツイッターやってます。ID がちょっと変なんですけど、ビフィズスピロリで。長いんだよ、ビフィズスピロリ。ピロリ、ビフィズスピロリ、金のやつだね。ちょっと金でした。ピロリ金、ちょっと金でした。面白いな。名前でも。名前でも、ちょっと名前でもね。
名前も名前でも検索できるんで、橋本心と書いてシンと検索してください。あと YouTube も同じ名前で検索できます。オリジナルとかちょっと載せたり、あとカバーを中心に載せてます。よかったら興味あったら聞いてみてください。あとツイキャスも、あの虫眼鏡のところで橋本心シンと虫眼鏡だったんだところで言ってくだ、あのやってみてください。あとは明日のライブの告知をさせてください。明日もう11月25日水曜日に、渋谷ジージにて、歌川ガールズコレクションに、出させていただくことができるようで出演します。できるようで、まだ分からない。会場が6時で、開演が6時半で、取り置きなどあったら私の方に、連絡ください。8時で遅めだから、はい、ね、8時10分から出演します。よろしくお願いします。そして私も告知します。まみちぃ。はい、まみちぃです。え、まみちぃって言った。何でもさっきさんって言った。また怒られた。はい、私はギター弾き語りで活動します。新潟出身、血液型 B 型、身長147センチの泉まみと言います。これ泉-mami.com、 これがねオフィシャルホームページになってますので、全ての情報はここからゲットできます。ぜひぜひ見てみてください。とは言ったもののですね、いろんなことをやってまして、アメブロ、ミクシー、ツイッター、フェイスブック、オフィシャルウェブサイト、そして LINE とツイキャスね、私もツイキャス週の半分ぐらいやってるのでね、最近ですね、あの LINE でもあの予約を受け付けるようになりました。ありがとうございます。LINE の方がちょっとね、手軽かなと思って、今までメールだけだったんですけど、LINE でも予約できるようになりましたので、ぜひお友達登録してください。よろしくお願いします。ライブはね、私月の半分ぐらいやってまして、今月まだまだライブがあります。じゃん、明日そして明後日 2days 新大久保クォーターノートとなっております。明日がですね、ピアノで弾き語りをする望月俊さんという方の企画イベントで、なんとですね、贅沢なことにギターサポート、そしてピアノサポート2人お迎えしてやりますので、ライブをね。そしてね、私昨日まで北海道にライブしに行ってたんですけど、その北海道土産持っていきますので。え、届くの？届くの？いや、持って帰ってきたやつ。ああ、ちゃんと持って帰ってきたやつ。大丈夫ね。みんな北海道からね、荷物送るとき気をつけてくださいね。あの、翌々日に届くんでね。翌日だと思ったらね、あのキャリーバッグがまだ届かないっていう事態です。はい、26日も同じ新大久保クォーターノートでライブです。この日はギター弾き語りゆうすけさんという方の企画イベントなんですけど、とある出演者アーティストさんとですね、コラボをすることが決まってます。私のライブに来たことがある人だったら知ってるあの人ですね。ぜひぜひ楽しみにしててください。この日にお土産余ったらあります。余った、はい、25日にお土産余ったら26もありますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そして11月はね、そんな感じでいいかな。もうね、ありすぎてね、何を告知しようかなと思って、年内のおすすめライブがこんな感じ。12月3日下北沢440でホーンセクションを交えた、バンドプラストランペットとトロンボーンが入るライブですね。超豪華になっております。そして17日はさっき言いました滝沢さとみとのユニットのワンマンライブ、レコ初ワンマンライブですね。そしてそのすぐ後ですね、慶応読売ランドというところでライブが決まっております。まだね、出演時間が決まってないんですけど、あのなんかまだ全然チケットゲットできるみたいなんではい、全然大丈夫みたいな。あんなにそう、本当は11月1日までって言われてて、発売期間が。でも全然あのカテゴリーがいろいろあるんですけど、どこでもあの備考欄に私の名前を入れてもらえれば大丈夫だそうなんで、はい、そうみたいです。ぜひぜひ。まだ名前を入れなきゃダメなんだよね。入れなきゃダメなんです。入れないと私宛てのチケットでカウントされないので。あ、そういうことなんだ。そう、大変なことになります。必ず名前を入れてください。大変なことになります。よろしくお願いします。これプラスですね、12月の5日にココチャイナスクエアでライブが決まっております。なんと私残りあと一席です。なんとでも今日あのチケットを私持ってなくて、キャリーバッグに入ってる。あ残念なことにですね、あの予約、いや え、手書き嫌だよ。いや、で、どっかで予約でお願いします。はい。そして年明
明けまして、さっきも言いました2月の6日にバースデーワンマンライブが決まっております。この日はバンド編成です。パナエちゃんもバイオリンとコーラスとタンバリンで参加してくれますので、ぜひぜひよろしくお願いします。卵は使わない、シャカシャカシャカ。シェイカーもめっちゃ好きなんで、じゃあ両方持ってきますね。リンゴ、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 リンゴじゃない、リンゴじゃない、卵でしょ。なんかレモン、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 今日レモンにします。今日じゃないレモン持ってきます。でそんな感じで、今月もライブが17回、来月もライブ17回ありますので、ぜひぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。泉まみでした。イエーイ、告知、うん、が長すぎて10時になっちゃいました。さあプレゼントの抽選をしましょう。今日のプレゼント用ハッシュタグは何でしたっけ。今夜は違う、今夜はデフォルトのやつですよね、うん、今夜は胸に手を当てるのがデフォルト、うん、今夜は胸キュン、今夜は胸に当てるのがデフォルト。はい、こちらをつぶやいてくれた方のお名前が入った抽選箱があります。そこから1名様に、プレゼント、これ全部ですよ、さっき2回紹介したこのプレゼント全部、あとさっきうちらが全部使ってたこのスケッチブック全部、あと集合写真にサインを入れてプレゼントになりますので、はい、マミチに大変な目に、どういうことどういうことツイートが、はい、じゃあ今日はですね、初出演のしんちゃんに弾いてもらおうかなと思います。ドキドキ。1枚だよ、はい、1枚できれば会場にいる人を弾いてください。はい、それがいい。ファイトファイトファイト、頑張れ。さあ頑張れしんちゃん。ドドン、これだと思いました。これ、はい、これ、はい、あのあこうカメラに向かってこうやって、あら、え、え、あ、あ、カメラに向かって、カメラに向かって、せーの、のんぱさん、イエーイ、会場にいる方でした。素晴らしい、すごいね、できる子、できる子、できる子だわ、ありがとうございます。じゃあここからはですね、コメントをくれた方たちのお名前を紹介していきたいと思います。1個ずつ開いて、はい、じゃあ読みますね、読んでいきます。はい、駒場さん、イエイ、駒場さんありがとうございます。いいよ、ヒロさんありがとうございます、ありがとうございます。スレイヤさんありがとうございます。青いゴムゾウリさんありがとうございます、ありがとうございます。マルさんありがとうございます、ありがとうございます。ジンさんありがとうございます。クラブパラヒチャーありがとうございます。ゲイパラヒチャーありがとうございます。おさよしさんありがとうございます、ありがとうございます。のんのんちさんありがとうございます。スネポンさんありがとうございます、ありがとう。はつみさんありがとうございます、ありがとうございます。トシさんありがとうございます。ゴメスさんありがとうございます、ありがとうございます。クリボーさんありがとうございます、ありがとうございます。マンタさんありがとうございます。マミチイエイ、ありがとうございます、ありがとう。スマイル、スマイルミッキードリームさんありがとうございます、ありがとうございます。かなえちゃんありがとうございます。あ、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 マーシャルさんありがとうございます。これもあ、どれが読んだな、あ、コシアさんありがとうございます、イエイ、ありがとう。アキラごきげんようさんありがとうございます、ありがとうございます。太郎さんありがとうございます。あ、はやちさんだ、ありがとうございます、ありがとう。かわいさんありがとうございます、ありがとうございます。はつさんありがとうございます、ありがとうございます。以上かな、以上かな。これは読んだ、読んでないです、読んでないです、はい、すいません、いや、自分のじゃん、自分のじゃん、面白い、めっちゃ面白いわざとか、以上、はい、以上ですね、全部読んだかな、読みました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ当たったのんたさんには後であのサインを入れて、スケッチブックと全部まとめて、頑張って持って帰ってください。よろしくお願いします。はい、では番組、はい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 、なんと、はい、視聴数が9万5000を超えました。おお、すごい、すごい、あの、いよいよ10万が見えてきました。すごい、すごいぞ。次の回でってことかな。いやいや、あの次の人が頑張ってくれればいい。すごいね、それ5000、頑張ってくれる、5000、次の回で5000、はい、5000、無理か、無理かな、どうかな。はい、では番組告知をしたいと思います。こちらクラブパルヘジアは毎週火曜日の夜8時から西武新宿線伊予木駅、南口から徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて放送しております。観覧無料、今日もたくさんの方が見に来てくれました。ワンコイン500円でご提供しております。火曜の夜はみんなで楽しい夜を。ワンコイン500円、ワンコイン500円、ワンコイン500円で何を
え、何が何が、ワンドリンク、あ、そういうことね、混ざって混ざっちゃった。ワンドリンク500円で提供しております。もう全然理解できない。普通に言ってたわ今ね。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょうということで、パソコンでご覧の方はこちらにいいねボタンやツイッターボタンがあると思いますので押してください。そしてそうそう、北口もあるから気をつけてねってこと。あ、駅に、そう、南口です。南口です。南口から徒歩すぐです。反対口、そうね、こことここにですね、チャンネル登録のボタンがあると思いますので。あ、できる。すごい、できる子だ。慣れてるとか、チャンネル登録もお願いします。はい、ということで、ではみんなから一言ずつ、うん、視聴者の皆さんにメッセージを。はい、花ちゃんからどうぞ。久しぶりに出させていただきまして、うん、このマミチの回に出させていただきまして、うん、私しんちゃんもすごいいい歌声を ね聞かせていただいて、とても楽しかったです。今日はよく寝られそうです。ありがとうございます。ちゃんとちゃんとちゃんと知ってる。追加してやってから寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、どうぞ。今日はありがとうございました。初出演なんですけどすごく楽しかったです。まみちとパナさんのツイッターでもパナさん、パナさんだった。パナちゃんの歌に私はもうすごい胸が震えて本当に泣きました。ファンになってくれた方には絶対後悔させないので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイ。私もマミチーも。はい、このクール2回目の MC でした。ちゃんとできたかな。ワンコインぐらいかな、間違えた。ワンコインぐらいかな。来週はもう何も見ずにできたらいいなと。あ、来週じゃないね、来月も、はい、できたらいいなと思いますが、はい、来月も私の好きな人をゲストで呼んでいるので、もう決まってるんだよね。はい、決まってます。ただ一人だけ決まってるのかな。まだ言いません。はい、まだ言いません。ライブもたくさんありますので、ぜひね、画面越しじゃなくて直接お会いできたらすごく嬉しいです。ライブに遊びに来てください。よろしくお願いします。ではでは、最後はですね、いつものポーズでお別れになりますが、はい、いつものポーズがあるんだよ、はい、しんちゃん。教えてください。教えてください。いい、いいね。右手が棒です。はい、はい、はい。そして左手で輪っかを作って、はい、P を作ってください。はい、私が今週もありがとうございましたって言うから、そしたらその後に続けて、あっちのカメラに向かって、そのカメラに向かって、クラブパルヘジアってこの P を出しながら、はい、言うてね、言うてね。はい、寂しいことになるからね、言わない。はい、クラブパルヘジアって言ってください。みんなも一緒に。油断してたでしょ、油断してたでしょ。みんなも一緒にね。じゃあ右手が棒です。いきますよ。はい、今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア。Thank you.
した名前の由来本当かどうかわからないけれど18年前の冬の日どれだけの思い出生まれてきた泣き声は会いたかったよ見知らぬたくさん泣かせて本当にごめんね今ここで言えることは多くはないけどもう一人じゃないから未来は輝いてるに「私にだけ聞こえる声」